ではですね、高校2年生の、怪物アームレスラーしんくんです。しんです。はじめまして。S1 クラブに来てまだ4ヶ月なんですけど、楽しく、アームレスリングさせてもらって、させてもらってます。しんくんはですね、高校2年生の力でありながら、去年の2016年12月25日に行われた東京大会では、ビギナーの無差別級で左腕が準優勝、右腕が優勝という、輝かしい成績を収めてくださいました。おかげさまで。ではその動画を一度、ご紹介したいと思います。どうぞ。ゴッ！いける！うぅーっ！みんな！いけるよ！ゴッ！いけ！おいった！ずらしたー！オッケー！今日はアームレスリングを始める前に、行うウォーミングアップという誰しもやるんですけれども、それを今日はしんくんと一緒にお見せしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。